Hi everyone, and welcome back to the stream. We're going to play a shoe now. The one kingdom, or the one major kingdom that I haven't played yet. Hold on, give me a second to change the stream title. Alright. Something bad happened, didn't it? Did it go? Yeah, it went. Alright. Let's turn that on. Okay. So we are going to start with Shu. I actually think I'm going to start with Liu Bei here. No, let's start with someone new. Yeah, it's cheating to start as Liu Bei. Maybe Guan Yu. Yeah, you only choose one of the three brothers in the first couple chapters. Let's play as Guan Yu. Kan Uncho, Gi no Yaiba motte, Danse o Uchiharawan. Okay, so we'll do the first two chapters as him, and then we'll play as, then, I think from there, we'll go to, I want to say Zhao Yun, I forgot. は五冠末期朝廷内の権力争いにより世は大いに乱れていた。さらに天変地異や凶作が相次ぎ、民は苦しみの底にあった。そんな中、張角という男が現れる。彼は奇襲で太平道を起こし、人々を救済。瞬く間に民の心を掴んでいった。そして中平元年、張角率いる太平道は漢王朝に反乱を起こす。頭に黄色い布を巻いた黄巾党が各地で一斉に立ち上がった。後の世に言う黄巾の乱である。朝廷は直ちに乱を鎮圧しようとするが、虚しく敗北を重ねた。400年続いた漢王朝の命運は今まさに尽きようとしていた。Oh, hey, someone's in chat. Let's see who it is. 足の向くままに歩みきて、かようなところまで流れてしまったか。これ以上無意にさすらうわけにもいくまい。関羽、あざなは雲長、義を重んじ武に長けた男である。だがその義心ゆえに横暴な豪族を斬り追われる身となる。自分の刃を捧げるべき人物を求め、関羽は放浪を続けていた。我が刃を捧げる大器とは言わぬまでも、共に磨き合える人物を見出したいものだ。何の騒ぎだい、こりゃ。ああ、大使様が義勇兵を集めてるってよ。黄巾つったか、例の奴らがここいらにも来るってよ。へえ、そりゃおっかねえな。うん、
黄金討伐の義勇兵とな。腕に覚えはあれど、今まで軍務についたことはござらぬ。ここいらで一兵卒として戦うのも一興か。大変だ、黄金が来たぞ。もうこの村のすぐそこまで来てる。どうすんだよ。今から助けを求めたって間に合わねえぞ。みんな落ち着け。こうなっては戦って村を守るしかあるまい。黄金も我らが戦うとは思っていないはずだ。その隙をつけば勝機は見える。俺たちだけじゃ戦うなんてとても無理だ。ありったけの蓄えを出して頭下げるほかねえよ。なんだってわしらの村に。早いとこ逃げる準備をしねえと。誰か私と共に村のために戦う者はおらんのか。そこの御仁、その心意気見事。拙者も堂々し黄金を懲らしめようぞ。ちょうど暴れたいと思ってたところよ。俺も行くぜ。そなたらはここらでは見ぬ顔だがありがたい。私と共に村を守ってくれ。王に任せ、皆を脅かす黄金刀を打ち払う。我らの手で村に安寧を取り戻すぞ。My future best bro. 私は龍玄徳。そなたらのような異常と戦えて心強い。拙者は関雲長と申す者。それも何かの縁。以後お見知りおきください。それは天妃と長妃ってんだ。別府氏には自信があるぜ。まよろしくな。今は黄金の世、俺たちの天下だ。邪魔する奴に容赦はしないぜ。お前ら黄金刀の邪魔しようってのかい。だったら怪力俊足俊宗様と勝負だぜ。 Oh, this is actually going to be interesting. なんてこった。こんなにすげえ人が世の中にいたなんて。変わるって出直してきやす。だから次会った時は古文にしてください。敵将討ち取ったり。関雲長、義を貫き進むのみ。 One mission down. みんな安心してくれ。この村を狙った黄金は我らが討ち果たした。なんだって。本当にあんたらが。嘘ついてどうなるんだよ。散々打ち負かしたからな。しばらくは攻め込んでこないと思うぜ。うん、全てはこの御仁が戦おうと呼びかけたおかげ。皆礼ならば劉備殿へ申すがいい。あのむしろ売りの劉備が俺たちを助けてくれたのか。ありがとう、ありがとう劉備。この礼は必ずするぜ。いや、私は当然のことをしたまでだ。礼などどうして受け取れよう。皆が何者にも脅かされず無事に暮らせるのが私には何より幸せなのだ。聞いたか、縁妃と長妃よ。この時世に民の幸せを第一に考えるとは。あちこち見てきたがあんなやつ初めてだぜ。それに
敵にビビらねえ度胸はあるし、腕もなかなかときた。うん、ただものではなさそうだな。ああ、面白いやつに出会えたもんだ。そなたらはあの考察を見ていたようだが、義勇軍に入るおつもりか。まだわからぬ。だが強く心が動かされたことは確かだ。この混沌の世を正し、乱に苦しむ人々を少しでもこの手で救えるのならば、義勇兵として立つのも良いかと思っている。立派なこと考えてんな。俺は自分の腕っぷしを生かして暴れる連中を乗せるなら義勇兵もいいと思ってよ。なるほど。拙者は流浪に飽き、寄る場所を得たいと思案していたところ、考察が目に入り申した。志は違えど、我らは考察のもとに集った同志だ。どうであろう、三人で共に義勇兵に志願するというのは。おう、俺は構わねえぜ。なんだかおめえらとなら気が合いそうだしよ。うん、拙者も同じ思いにござる。では共に参りましょうぞ。まあそんなにせくことはねえじゃねえか。せっかくお近づきになったんだ、一杯くらいやっていこうぜ。そうだな、私ももっとそなたたちのことを聞いてみたい。では酒場に向かうとしましょう。積もる話はその場にて。なんと劉備殿は中山聖王の末裔であらせられるのか。公金を追っ払った時にただものじゃねえと思ったが、おめえすげえやつだったんだな。遠い血筋の話だ。今この通りむしろ売り日々を暮らしている。なんだってそのむしろを売ってただけのおめえが急に村を守ろうだなんて言い出したんだ。まさか血筋だからだとか言わねえよな。それもある。だがあの時はただこの村を皆を守りたいという思いでいっぱいだったのだ。戦での自らの生死よりも民を守ることを選ぶとは、なんという御仁か。まったく大した野郎だぜ。こんな奴に出会うことになろうとは世の中わからねえもんだな。私もお二人のような異常夫に出会えて光栄の至りだ。先の戦での勇猛ぶり実に見事であった。我らがここで出会ったこと、何やら天啓によるものと思えて仕方ありません。ああ、偶然にしちゃ俺たち妙に気が合うよな。そこでどうであろう、我らここに兄弟の契りを結ぶというのは。お、そいつはいいじゃねえか。俺は乗るぜ。おめえらとはなんかでけえことができそうだ。兄弟、そなたたちとか。だが私のようなもので本当に良いのか。さよう。我らが長兄は劉備殿を置いて他にはありますまい。のう弟よ。なんだ俺が一番下かよ。そうと決まれば場所を変えて誓いの儀を行いましょう。どこか良いところがあれば良いのですが。それならばこの村の桃園がよかろう。ちょうど今時分花が咲き誇り、実に見事な眺めだ。 I assume this is a full movieI'm sure that's what's loading right now. All right, I'll mute for this. しかし不思議なものだ。出会ったばかりのお前たちとこうして兄弟の契りを交わそうとは。時を要さず、ただ心でつながり合う。それが縁というものであり、
絆というものでござろう。そうであろう、縁妃と張妃。欲得だ。兄弟ってんなら、肩肘あったのはなしにしようぜ、兄じゃ。うん、そうだな。欲得の言う通りだ。じゃあ、カズキと行こうぜ。うん、おい。我ら義にて結ばれし三兄弟、生まれた時は違えど死ぬ時は同じ年、同じ月、同じ日を願うぜ。いざ行かん、神の世を目指して。おう、よかった。We really have nothing else to prove. 出資ご苦労。世を乱す好金どもをここで一掃する。お前たちも存分に働くのだ。義勇軍は官軍の補佐に回ってもらう。ここで功を挙げ取り上げてもらおうなどと思うな。お前たちにはお前たちの部というものがある。それをわきまえ行動せよ。なんだ、大層な盾札で人を集めておいて功をあげるなだと。我らに功をあげられては官軍の面目がなくなる。それを恐れているのであろう。面目？そのようなものに縛られていてはいつまでも国は良くならぬ。大切なのは今目の前の人々を救いたいという志のはずだ。そうだぜ、その位置だ兄ちゃん。あいつらの言うことなんぞへでもねえ。うん、我ら兄弟の武にて官軍以上の戦果を挙げましょうぞ。よし、行くぞ。黄金の脅威を除き民の安寧を取り戻すのだ。よう見兄じゃ。陰心を惑わす者を放っておけん。黄金刀の領袖聴覚を撃つのだ。ようこそ、いらっしゃいまし。今後見よ、これぞ天より授かりし奇跡。な、急に兵士が現れたぞ。どうなってるんだ。Oh, they want me to actually go out there. So much better gear than this. How did I not get this watchtower? Oh, because I'm way up in the northeast, that's why. Nah, I should have, should have equipped my stuff. Okay. Get these.
all he's got. Okay. Accessories. Crown. Earth gauntlets. Fine wolf belt. Okay. ようこそいらっしゃいまし。今後ともごひいきに。Oh, it's up in the store. これでよかろう。よくやってくれた、ウンチョ。Actually, do want to hit all these up. Yeah, this is like all unmarked territory for me.I'd actually like to mark that territory. Because I don't think we're going to get another opportunity like this to do it, because... Because there's no one else in the northeast, like... Who's in the northeast? Gongsun Zan? He can't play as Gongsun Zan in this game.Please tell me one of these places is a stable. That looks like just a smithy.
竜兵なんかには負けてられねえよな。Yeah, I assume it will be night by the time I get there. Yep. It is night time. Yeah, we can do that after we open up the... Yeah, we can do all that after we open up the... Always follow the path of honor. Eat the crap out of a retreating guy. Yeah, let's fill in some of these gaps here. Because this is going to become Wei territory. I mean, yeah, I could do that stuff in free mode, but... If I have an opportunity to do it now, why not? Let's go after Guan Hai next. Yeah, it would be nice if I could find a city with a stable. I mean, we don't have much territory right now, so I don't think we can do it. Some of these missions I was afraid to do in the beginning. Yeah.
兄者だ。危なかった。よくぞ来てくれた。There's another one.I get these ones off to the left first. Or off to the right, sorry. Oh, I really am sleepy.
この地、関雲長が制圧した。It's snowing. Particularly house over there. Oh! Up in the mountains?将軍の力、さあ本物がどれか見極めてみよう。保護義を貫かん。
ここまで追い詰められるのは。I know I've done this. I want to see what's in Bayhai. の要所を叩くのだ。さあ、参ろうぞ。
some equipment on you. Actual equipment. Umaga goiryo de. またお待ちしてます。Okay. ありがとうございました。I still gotta craft it. My mistake. Oh god, the smithy's all the way over there. This isn't as efficient as I would have hoped. Hey, Inoshe! Excellent. What's Master of the Martial Arts? 30 weapons, okay. Oops. Let's go back to it. And... see what other options are available for me. いいもの揃ってますよ。
out here. Nice. ありがとうございました。Another way. Yeah, might as well. Horses. Level 10, but I've already got my hands on a legendary.
EX, mind you. Tower first. Okay, what did we have?
南京島の奴らが町中に誰か助けてくれ。直ちに守備配置につけ、来たる戦闘に備えるのだ。くれた運長、最近は無事なのか？守備配置につけ、戦闘に備えるのだ。Let's move to EA.
佐伯は無事かな。金のやからめ許さんぞ。よしけらの分際で辻の寄って、すでにお前は我が主張、私の罠に翻弄されるがよい。生み出した兵が消えただと、兵なのは再起を壊されたか。これでよかろう。わしの計画が台無しではないか。パン雲長、義を貫き進むのみ。見事な武勇の褒美はたんと弾んでやるぞ。Yeah, there's really no need for me to, Yeah, we've explored the northeast side of this map. Actually, yeah, I do want to do that. の足場を崩し、戦意を損。That gets me up there. This mission. Oten, すでに死す。Oten, まさに立つべし。本部ども、天の奇跡を見よ。えい。変な力のせいでまともに戦えぬ。誰でもよい。聴覚を撃つのだ。天よ、猛虎たる岩の力を我に与えよ。力を授けたまえ。
気が破壊されるとこれでは全力を出せん。この地の攻防は戦局を左右しうる。私たちで守るぞ。力が失われてゆく。またも再起を壊されたか。参る。再起が全て破壊されるとは。俺は力の源が。今こそ敵の要所を叩くのだ。さあ、参ろうぞ。すべてのけものめ、ご主は苦しむよ。天はお許しになられます。一緒に食べたい。黄金刀を率いる聴覚は倒した。官室に逆らおうなどとするからだ。なんだ、ここは官軍の陣だ。義勇軍のお前たちが報告に参りました。天候将軍な、何をバカなことを。お前たちのような偽りではござらん。嘘だって言うなら前線龍玄徳の軍だと聞いたこと。お前たちの功については確認し追って沙汰する。それまでは中山国暗記圏の意図して任に就く。Yeah, they finally have a home. Liu Gen Tok と言ったか。貴様、恐れ多くも帝の血縁を名乗っているそうだな。どこぞの馬の骨とも知れぬ輩が、不敬甚だしい。よせ、管理殿。貴殿の言は、率直に。側労へのねぎらい、父兄への贖罪、先ほどの非礼への詫び、それらに対して賄賂を言う。役人たる私たちにもたらされる益は全て民が困窮の中から納めてくれた税にある。我が身かわいさにその血税を差し出すことなどできぬ。我らは民が安寧になると信じ古今を鎮圧した。ところが世は何も変わってはおらぬ。苦しめる者が役人に変わっただけだ。ならば再び立てばよいではありませんか。兄者の志尽きたわけではありますまい。古今で足りねえなら今度は役人どもをぶっ飛ばしゃいいんだ。俺らはどこへでもついていくぜ。ありがとう、二人とも。我らの志なるまで三人で戦い続けよう。うん、っほっせよよっ。Yeah, let's save.That will be it for this video. Thank you all for watching, and we'll pick it up from chapter 2 next video. Thank you.